feed the gods. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. Taking them chances, making decisions, you know I'm never gonna lie. Till you let go, I'm copying all, I'm who you gonna be inside. I cannot fake it, I gotta face it, I gotta do the time. You gotta wait, mate, for a great payment, shit, you're doing your job. Gotta deal with the patience, 200 every occasion. Going to different locations, how they got when I need some direction. Me and Vinci go up in the ここ濃いよ、触んない、触ってねえだろ、触ってんだよ、触ってねえ、ちょっとなんで浮いてんの、浮いてんの、帰れよ、マジで靴だよ、やめろよ、これで28年間やってんだからもう戻れねえんだよ、普通の人には見て見てよ、いいんじゃないの、おぉ、うわやった、エジリ久しぶり、久しぶり、あの時は悪かったな、お前らのツボどこだよ、はいよ、あーどうだ、あーはい、はい、
Yeah!
またちと遊ぶの仕事を。なんかでもユッケさんがダンクできてからみんな飛ぶ意識上がってね。大事だ一番。お前やらなんかわけわかんない取りに行かせる。前投げて。最近なんかリングジャンプしてんじゃん。わけわかんない。いや、ケンザブロ。いや、できるよ。ご飯終わったのに、ご飯終わったのにこの下に自分で落ちたことを気づいてずっと待ってる。あった。めっちゃいいルンバやんなこれな。ルンバ。ルンバ。ルンバ犬。新居初公開じゃないですか。ほら、ゆげずクッキングやりますか。みんなでゴリゴリ夕日で3対3やって、まあ、ちょっと昨日からね、焼肉行こうぜって言ってたからね。でも明日も焼肉なんだよね。最近ね、人を家に呼ぶのがハマってんだよ。マジか。ってことで、今日の肉はサガリです。サガリってわかる？分かんない。俺もわかんない。焼肉屋で何回か食ったことあって、確か美味しかった記憶があって、そう、2つとあとサイコロステーキ、まあ、近くのスーパーで買って、まあうちの売りはねやっぱこの炊飯器なんですよ。スマートかっこいいよ。やばい、つかみにくい。この菜箸なんか鏡みたいな色してますね。イエス、美味しそう。みんなどうせ米食べたいでしょ。食べたい。昨日なんか生人くんに焼肉で米頼む人は意味わかんないみたいな。あ、一回連れてこい。フライパンで焼いてやるよ。焼肉が食うの一切れで米めちゃくちゃ食うから超コスパいいね。えぐいなこれ。もう食テロやん、まあ、バスケしても大したこと言われないんですけど、飯とかつけ麺食べに行ってる時だけね、いいコメント多いんで。バスケ一番頑張ってるはずなんだけどね。ちょっとみんなが先食べてもらってね、ちょっと俺はあとゆっくり食べると思う。ちょっと今日は飲もうかな。ちょっと俺ら、まあ、東京にずっと行けさ、なかなか地方のもの食うこととかないから、あのたまに差し入れとかもらったり、これ送りましょうかって言われることとか超たまにあるんですけど、ちょっとこれ見てね、動画にするんで、ね、視聴者さんの地域の、ね、特産物送ってくれたら嬉しい。超たまにある。で前ね、あのお米いただいたんですよ。超嬉しい。まあ、ちょっと今実家の米使ってるんで、まだ
取れなくなったら早く開けるのが楽しみです。はい、みんな先食べてて。どうぞ。うわ、ありがとうございます。いただきます。ハラミの親戚だと。なんだお前自分で食べる飯ってやばい。作る飯か。いただきます。これはうまいね。うわ、えぐい。今飲んでもいいと思うんだがね、あんま大会ないよね。週間後ぐらい、フーズとか。いただきます。お疲れ。お疲れ様です。美味しい。ビールを美味しいって言うまでがビールだと思う。別に美味しいから別としてまあだいぶね、引っ越して落ち着いてこうやって移せるぐらいね。まだここなんかはちょっといろいろ掃除してないからだけど、全部移す時もあると思うし、まあ、これからね、まあいろいろ料理とかが多くなるのかな。料理したりゲームしたり、まあいろいろ何でも教えてください。簡単な料理でもレシピでも食材あれば送ってください。僕に DM ください。すぐ対応します、はい、明日も焼肉なんですけどね。幸せ。